はい、こんばんは、せいせいです。今回は、スキビティトイレの77話、パート3が来たので、さあ、見ていこうと思います。これさ、ファイナルエピソード、フルエピソードが出てないけん、まだ多分、パート4があるんかな？続きがあるんかな？で、前回のコメントで、なんだかな？パート2の時に、これ誰視点なんやろって言ったら、コメントで、アームドラージカメラマン視点ですよっていうのを教えてくれた方がいました。ありがとうございます。ということで、いろんなキャラクターを覚えていきながら、まあ見ていこう。こいつはもうテレビマンよな、タイタンテレビマンがなんかさ、煙まみれボコボコ壊れているのか、やられたのか、何なのか、若干ネタバレな気がするが、さあ見ていくか。はい、スタート。77パート3。お、この人がウーマンらしいな。グッジョブ。うなずくだけ。ノリ悪い。また新しい敵が来て。やまない。無限に出てくる。おー、かっこいいかっこいい。かっこいいよ。おー、すごいすごい。おー。ピーピーピー、赤くなった。なんか。すごいの来た。おー。おお、激痛。あ、なんか、なんだ今の。墜落してった。追いかけ墜落。おお、すごい、ごついな、こいつ。おお、ほほほ、ふ。でかい。え、死んだ今。どうなった？あ、かっこいい、なんか、視点がかっこいい。ボス視点。ボス戦始まりだみたいな。シャギーン。このトイレのスッポンサーすごすぎる。いけるこれ。速攻殺されそうな。あ、あれ、ちっちゃいテレビマンやん。あ、逃げた。あ、なんか言いようけど全然わからん。英語。あら、これまた新しくいんのが変な。あれ、なんかさ、え、タイタンテレビマン、これ改造された敵に違うやつ、それとも、あ、でもさ、ちょっと待って、これさ、翻訳無理。これ翻訳、あ、翻訳いけるかも。あ、今回いけるやん。あ、ちょっと待って、じゃ最初これじゃあ見てみるか。字幕の出たところから見てみるか。マイペースが不十分です。マイペースってなんだ。ここで何をしてる？オールドパンダ、クソ！え、あれさ、だってアストロの武器やんね。両腕のさ、グイングインってやつ。で、ワープして、誰かが死んでいる。それは私ではない。おお、そっからも出る。当たってれば、ふっふっふ。やばい、噛みつき、物理的に来た。私を見て、俺を見ろみたいな。おお、ヘルメット取って、生首まだ撃たれて。おお、なんかおる。あ、やられた。頑張れ、テレビマン。ザシュン。紫ビーム。倒した。かっこいい。あ、なんかでもボロボロになった気がする。あなたのタイタン、あなたが死ぬことを望んでないでしょ。あなたがまだ遅すぎる間、意味はなく立ち去ってください。逃げろ的なこと言うんかな。もう限界ですよみたいな。だいぶボロボロになってますよ。変形して、体当たり。やばい、テレビマンがやばい。画面がボロボロになっている。地面に落としたスマホ顔面みたいになっている。おっと、またなんか来た。戦車。ああ、他が弱すぎる。タイタン以外が弱すぎる。ビッチッチってな。なんで言わない。
じいちゃんを殺すことはできない。反対側がどのように見えるかお見せします。え、もう死んだん？うおお、握りつぶす。顔面握りつぶし攻撃。あ、これか、サムネ。煙だらけの。よくやった、兄貴。これ誰これ。あ、テレビマンじゃないんやん。テレビマン仲間いっぱいおるやん。基地にテレポート、ここから出よう、兄貴。あ、画面がボコボコになってる。やばい。かわいそうです。あなたと戦うのにふさわしい人が何人かいます。これやばいんだよ。なんか変なの来た。強そうなの来た。今回は逃げていません。顔出るんかな。あ、壊れて出ない。怒っているのか笑っているのかわからない。ちょ、途中すごかったな。ボス戦みたいな感じになって。カメラマンが本当に困った状況に陥ると誰かが助けにやってきます。さあ、コメント見ていくか。今月最も待ち望まれていたエピソードどういたしまして。なん、役員ボール。すごいですね。スキビティトイレの物語、どんどんクレイジーになっていきますね。各パートでこんなクリエイティブなアイデア、どうやって思いつくんですか。パート4が待ちきれません。やっぱさ、終わってないね。パート3で、パート4もあるんやん。これは本当ですか。ああ、そうだ。ついにタイタンテレビマンが帰ってきた。なんかボロボロになってしまったけどな。大丈夫なんかな。兄さん、いつも最高のスキビティトイレのエピソードを落とした。ありえない。このエピソードは本当に素晴らしい。チャットの F はフレット。このシリーズは私たち全員を驚かせ続けます。このダイイングライトのテーマが好きです。他のタイタンどこにいますか？他のタイタンどこ行ったのね。スピーカーマンは修理中で、タイタンカメラマンは行方不明？あ、死んだ？死んだ扱いやん。カメラマン死んだ説と死んでない説があるやん。でもさ、途中でなんかあれやもんな。死んだ側の世界を見せてやるよみたいな言ったもんな。テレビマン。誰か助けてください。タイタンテレビマンが死にそうです。リップタイタンテレビマン。死にそうよな。タイタンテレビマン、どうなるのか。これでもさ、コメントがさ、公式のコメントでさ、こう、カメラマンは困った状況になると誰かが助けに来ます。中堅さ、タイタンテレビマンピンチになって、こっから誰かが来てくれんのかなと思うんやけどな。はい、ということで。この動画が面白かったでしょ？高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。